お集まりいただきましてありがとうございます。令和5年4月25日に地区図調査中に石棺墓が発見されました。石棺墓は邪馬台国時代、いわゆる紀元後2世紀半から3世紀半頃のものと我々は考えております。そしてその特徴といたしましては、見晴らしの良い丘陵頂部、頂部に位置していること、2つ目として単独で埋葬されていること、3つ目として、墓構の規模が大きい、まあ、いわゆるあの石石棺を捨てるために掘る穴の規模ですね。それからいわゆるバツとか茎とかいったあの印が、多数の宣告が施された石蓋であったということ、それから5つ目に赤色顔料が発見されたということでございます。そして、6月5日に石棺墓の石蓋を開放して、その後丁寧に調査を進めてまいりました。皆さん方にもその日々その状況についてはお伝えしてきました。そして本日の午前中に石棺の底まで掘り下げました。で、一つ分かったことは、石棺の底にも赤色顔料が確認されました。石棺の内側全体が赤く塗られていたことが判明しました。これは現地の白木原さん、赤色顔料のところが見えますかね。赤くなっているのか、向こうの声は聞こえるのか。はい、聞こえます。はい、白木原さん、どのあたりですか。だいぶ遠いようですね。あ、でも内側は赤いね、ここね。ここ見た目が少し赤くなっている。そういうことから考えて、石棺の内側全体が赤く塗られていたことが分かりました。そして、先ほど申し上げたように、見晴らしのいい場所に単独に存在していることなどと合わせますと、邪馬台国の時代の有力者の墓であることは裏付けられたと考えています。そして、地窟の結果なんですけれども、長い間土の中、酸性度なんですけれどもにあったために、骨は溶けて残っておらず、副葬品も発見されませんでした。これはまず人骨ですけれども、この起葬者を横たえる底の部分は土のままですね、土のままであったために長い年月の間に分解されてしまったのではないかと考えています。で、他にもですね、例えば絹織物とか、当時の服ですね、そういったものも有機物です。そして、貝の腕輪とかそういったものも有機質のものでありますから、こちらの方も人骨と同様に分解されてしまったのではないかと見られます。逆に言えば、刀とか青銅器などの金属類ですね、これがもし埋葬されていればですね、こちらの方は分解されることがないので、残っているはずなのですが、見つからなかったということは元から副葬されていないものと判断できると思います。いや、本当はそういった鏡とか刀とか、そういった副葬品が残されていれば、被葬者の身分、社会的地位、埋葬された時代がより確定できたかと思うと残念に思っています。しかしながら、今回の発見と調査は私たちを古代ロマンへと駆り立ててくれました。特に全国的にも例がない墓の石蓋に刻まれた宣告にはどんな意味があるんだろうかですとか、幅が36センチと細い石棺ですね、私だとこれ50ぐらいあるわけですけど、36っていうとどうなんでしょう、もうかなり小さい、普通女性と考えられますけど、ということで、それをさらに上にこの100キロを超える石蓋が上のかかっているということでありますから、そういう小さな体を
100キロを超えるような石蓋で、封じ込めたというのはどうしてなんだろう、まあ、こんなことを皆さんとともに、全国の皆さんとともに、高揚感を共有できたというのは嬉しく思っております。改めて吉野ヶ里遺跡の価値の高さ、素晴らしさを実感いたしました。そして、この石棺墓なんですが、まあ、これからですね、まあ、いろいろこう土、土壌の分析ですね、ですとか石材の鑑定、それから赤色顔料の分析、まあ、こうしたものを行っていきたいと思います。そこからまた分かってくるものもあるのではないかと思っています。そしてさらに申し上げると、これからですね、謎のエリア、これで大体6割調査したことになるわけですが、まだ4割はまだ調査、未調査でありますので、まあ、令和5年度のうちにその残りの4割のところ、まあ、そこからまた何か出てくるのかどうかといったことも含めて、まだまだ発掘をしていきたいと思うので、そこは期待していただきたいというふうに思います。もうちょっと石棺墓見られますかね。アップになりますか。まあ、まさにこの石棺墓の発見というのは非常に我々にとってはとても大きな出来事であったわけですが、白木原さん聞こえてますか。聞こえてますか。はい、聞こえてます。これ多くの皆さん方に、はい、実際近くで見ていただくっていうことっていうのは可能なんでしょうか。はい、ぜひそうして、みんなに見ていただきたいと思っております。でもこれ準備とかがあるので、大体どうですか、今月中って言ったら無理かな。で、現場の状態は良好ですし、十分可能だと思っております。であれば、まあ、通常土日ということになりますと、6月って土日いつ？17、18と24、25ですかね。17、18って今度やろ。はい、ちょっとそこ。24、25でどう？ 24、25 っていうことであれば、現場は対応できますか？はい、可能です。なんか、簡単に言うね。本当に？いや、まあ、えらい軽いタッチで言われて、まあ、であればですね、6月の24、25の土日に、ぜひ皆さん方にお越しいただいて、この石棺墓を実際に見ていただきたいというふうに思っています。最後に白木原さん、はい、この本当に特に1週間は緊張を強いる作業でお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。じゃあまずはこの石棺墓を皆さんに見ていただくように準備方よろしくお願いいたします。はい、承知いたしました。はい、ということで24日と25日に、まあ、まさにこの、石の発見といっていい吉野ヶ里遺跡の石棺墓を見ていただく機会を作りたいと思います。まあ、これからさらに残りの謎のエリア、残りの4割に向けて、さらに調査を進めていきたいと思いますので、これからも古代ロマンの関心を、ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上です。はい、じゃあ以上で終わります。質問とかありますか。はい、なんか、じゃあ、はい、患者の西日本新聞から、はいはい、伺います。まず今回県としてですね、まあ、見せる発掘調査ということで、まあ、積極的に進捗状況を公開しながら、はいはい、あるいは、まあ、事前に一般公開もしてきたと思うんですが、はい、そういった今回の手法に対してのこう、まあ、手応え、あるいは課題があれば。そうですね、まさに今こういうネットの時代で SNS というものもありますし、この石棺墓が見つかったっていうことで、一体中はどうなってるんだろうかっていう、こう高揚感を皆さんと共有できたんだと思います。でも実際にこれまたリアルな話で、本当は我々の方が隠れたところでですね、
調査をするわけだけれども、まあ、今回皆さんとそういう気持ちを共有したことで、得られたもの大きいと思っていて、まあ、特に今回は現場で頑張っている、まあ、細川さんもそうだけれども、日々非常に丹念で、意外とこう、ある部分地味な作業がずっと続くわけだけれども、まあ、そういったみんながこうやって頑張ってるっていう姿を皆さん方に知っていただく、白木原市長もそうですけれどもというところっていうのは非常に価値があったのではないかと。現場の士気はだいぶ高まったということで、これからさらに頑張りますということでありました。まあ、ただ、まあ、課題というか、何でしょう、みんなで何か出てくるのかなって私も含めて期待したわけですけども、結果は分からない中で、まさにリアルな世界を、ずっと発掘調査を見ていただいたので、実際副葬品がなかったというのはもう極めて残念だという印象を持ちました。幹事社からは以上ですが、すみません、共同通信ですけど、佐々木知事は石棺全体がこうそこからも顔料が見つかって全体塗られたので、まあ、有力者の裏付けになったというふうにおっしゃいましたが、これまで側面とかからも見つかっていても、まあ、現場の、市長とかは、まあ、それだけでこう有力者だとは言えないというふうにおっしゃってました。でそれが一気にこうこの底から見つかったことで飛躍しているようにも感じますが、その発信の方法は適切なんでしょうか。それに関しては私の方から、当然赤色顔料は他の石棺からも出てますが極めて限られております。そういうことも含めまして、今回は総合的な検査、先ほど知事が説明されたように場所の問題ですね、丘の上に見晴らしのいい場所にある、単独にある、あるいは特異な線刻を持つということで、まずそこまでが掘る前の発掘調査の状況です。そして掘った後の状況が、赤色顔料が蓋だとか石の部分に付着していることが分かったわけです。こういったことを総合的に勘案して今回は有力者というふうにしています。赤色顔料一つで決めているわけではございません。そうするとそのもうすでに側面とかが見つかった段階でも有力者というふうに言ってもよかったと思うんですが、なぜこのタイミングでその裏付けられたというふうになるんですか。今日は最終的にですね、この現地で見ていただければ分かるかと思いますが、調査のほぼ、終了、そこの部分まで確認ができて、そして、赤色顔料の有無も確認できた。またこういったことを、テレビだとかで見ていただくということもありまして、最終的な結論として報告しています。実際、昨日の夜の段階では、何か出てきた時と、出なかった時と両面で用意してたんです。だから今朝ですかね、この最後の底の部分を掘ったので、まあ、そういった意味で、やはりそこからも赤色が出てきたということが、はい、一つの情報であったということでありました。まあ、いろいろこの間もですね、いろんな皆さん方のご意見も寄せられていますので、まあ、いろんな諸説、学説、いろいろあるから古代ロマンなんだろうと我々は思ってるんですけども、まあ、そういう議論もですね、これからさらに進めればいいかなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。はい、以上で終わります。